環境問題、環境問題、環境問題は人類の活動に由来する周囲の環境の変化により発生した問題の総称であり、これは地球の他にも宇宙まで及んでいる問題である。環境問題では負荷をかけていない他人への影響を含めて当事者が全ての責任を取るという汚染者負担原則という考え方がある。ただ、 汚染などの悪影響が小さければ問題はないが、悪影響が大きい場合や、環境に負荷をかけている当事者が判明していない場合は、当事者の負担が重すぎて対策がままならないことがある。その場合、社会全体でも責任を負い、例えば税金を使って、汚染による被害の補償を行うなど、当事者や影響を被っている者のへの支援を行う。 当事者の自発的な対策が行われない場合や、当事者が多数折り協力が難しい場合などもあるため、地域社会や行政などの社会全体が中心となって、対策を行う必要がある。法学的には、人間の生存に関わるような環境問題は、生存権や人格権の侵害として、当事者の責任が法的に規定されている。 近年は環境権についても認める動きが出始めているが国により差がある。環境問題対策の方法は大きく2種類に分けられる。環境汚染の影響が健康に及ばないよう基準、環境基準などを定め、これに基づいて計画を立てたり汚染の監視や規制を行ったりする手法はトップダウン型対策の代表的な方法である。組織が 自発的に環境に関して方針や目標を定め、それに沿って活動し、評価などを行っていくことを、環境マネメント、環境管理といい、ボトムアップ型対策の代表的な方法である。ただ、環境問題への対策は、政治的組織、国、都道府県、市町村など単位になってしまうため、対策の効力が及ばないた地域の汚染が自治域に及んでしまう。 越境汚染、特に国家間の越境を言う、という問題もある。これについては、民間の活動では追いつかず、政治的な働きかけ、国際的な議論や協議が必要となってくる。環境問題の解決を目的として、あるいは思想などを背景にして、環境を保護することを環境保護と言い、これを継続的に行っていくのが、市民活動として見た場合環境保護活動や、 社会運動としみた場合、環境保護運動である。環境保護のうち、特に自然を対象とするものを自然保護と呼ぶ。環境保護を推進したり啓発したりする団体を、環境保護団体と言い,い、自然を対象にするものを特に自然保護団体と呼ぶ。詳細は、それぞれの項目を参照。環境保護に類似する言葉として、環境保全がある。ほぼ同義であるが、 使い分けることもある。環境分野の問題を統括する国際組織には全世界を対象とする国際連合と国連環境計画をはじめとして欧州連合やアジア太平洋経済協力会議などの地域連合専門分野を扱う組織として気候変動に関する政府間パネルなどがある。環境問題を対象とする学術分野が環境学である。 環境科学、環境社会学、環境経済学、環境倫理学、環境政策学などをはじめ、環境とその影響、それを取り巻く問題などを扱う。環境に関する思想には、エコロジーやガイア理論などがある。一部は一般的にも広く浸透しているが、独自の思想も見られる。こういった思想を踏まえて、環境保護を推進していこうとするのが、環境保守義であり、 環境保護団体のほとんどがこの主義を掲げている。環境問題への対策を考えるにあたって重要な考え方がある。持続可能性はあるものや活動が人間活動を維持し持続させていけるのかどうかという可能性について指す言葉である。持続可能な開発、持続可能な発展、持続可能な社会は持続可能性を 最大限尊重した開発を進めていくことである。持続可能性を保持しながら、資源やエネルギーなどを利用していく社会を循環型社といい、小資源、小エネルギー、ゼロエミッション、3R など様々な形がある。環境問題は産業活動も主原因であることに間違いはないが、個人などの民生活動がもう一つの主原因でもある。 産業活動については、その組織的な特徴を生かして、一律な対策を取り、罰則などを定めるのも容易である。しかし、個人については、多種多様な考え方や、生活様式、ライフスタイルがあるため、一律な対策を取るのが、難しく、罰則を定めるのも容易ではないため、一人、数との考え方や行動に委ねられている部分が、大きい。そのため、民間では、 環境保護活動の影響力が大きい。営利を目的としない、市民活動を NPO として優遇する体制が整備されてきている。カーシェアリングやレジ袋の使用自粛など、草の根レベルでの環境に対する取り組み、草の根民活も盛んになってている。市民の環境意識の高まりを受けて、環境モニタリングなどの監視制度も生まれた。 交通分野でのモビリティマネジメントのように、自発的な環境対策を推進しようとする動きもある。非政府組織という形での市民活動のほか、国家的な取り組み、排出規制、環境基準、研究や企業による取り組み、環境技術の開発、ゼロエミッションの追求、リサイクルなどといった様々な形で、環境対策や環境保護運動は推進されている。 環境保全、環境不可低減全般に関する活動などについては、クリーン購入や、それを補助する環境ラベリング制度、3R などがあり、制度化されたり、行政や民間による支援が行われたりしている。制度化に関しては、この分野全般を対象とする環境法という分野があり、環境基準や環境税などの手法がある。 環境コンサルタントや環境カウンセラーなどは環境対策全般について扱う専門家であるが制度化などには国によってばらつきがある企業や団体などに関しては環境会計の運用や環境マネジメントシステムの導入を行うことが総合的な対策につながる環境問題への対策を後期と捉える企業団体も多く環境先進国を中心に 環境ビジネスや環境市場といったものが生まれつつある。草の根活動、善意による地道な活動、危機意識による活動などが拡大してきている一方、環境問題の解決のためには、貧困や人口問題への対策、利益主義や事故の繁栄のみを追求する考えなどの死の転換といった大規模な対策が必要であるという指摘もある。2006年、 国際連合食料農業機関は畜産が環境破壊への主な脅威となっているので生産方法を改善する必要があるという報告をしている。畜産は温室効果ガスの排出量が多くガスは酸性雨の原因であり飼料を作るために多くの森林が伐採され水の浪費や水質汚染の主要な原因であるという統計結果が得られたためである。畜産は 全体で見れば、原因の一つに過ぎず他にも原因はあるが、アジアなどで急速にライフスタイルの変化が起きており、肉や乳製品の消費が急増することに伴う環境問題などが顕在化していること背景にある。このようなライフスタイルの変化は、新興国や途上国の経済発展によるものであり、巨大な人口を抱えるこれらの国民が先進国のような生活をすることになれば、 環境問題に加えて資源や食料、水などの供給不足は深刻を極めることが予想されている。こういったことを踏まえ、先進国に対して自らのライフスタイルの大幅な見直し、途上国に対して経済発展に頼らない生活の向上をそれぞれ求める声が高まってきている。しかし、意見の相違は未だに大きい。航空機の離着陸の際に出る。 大きな音は空港や基地などの周辺では生活に支障が出るほどのレベルに達することがある。空港の用地取得問題との関連などから空港で夜間の離着陸を制限するなどの対策は行われているが基地周辺での騒音問題は沖縄などでは未だに深刻である。地盤が弱い交通量、特に大型車が多い道路などの周辺では振動によって 生活に影響が出たりすることがある。廃棄物の不適切な処理などによって、悪臭の問題が発生することもある。自然保護については、世界自然保護基金、WWF や国際自然保護連合、IUCN をはじめ代償様々な自然保護団体、個人の活動家などが活動を行っている。開発前に、環境アセスメントを行う手法や、 自然保護区の設定などが積極的に進む一方、政治的あるいは経済的な理由などにより十分な保護が行われていないところもある。ただ、国民生活に余裕がなく、経済的な余裕がない貧困国もアフリカ地域など多くあり、それらの国からは環境保護以前に開発、国民生活の向上が必要との主張も根強い。個人を中心として、 ナショナルトラスト運動が展開されている地域もある。1997年、平成9年に日本の京都にて気候変動枠組条約第3回締結国会議が開催された。ここでは京都議定書により二酸化炭素、メタン、フロンガスといった温室効果ガスの総排出量を削減すことが取り決められた。削減目標は国ごとに割り当てられ、 先進国全体で2012年まで2990年の総排出量から5.2%削減することが求められている。これは2050年までに総排出量を半減させるという長期目標に比べてビビタル量であるが排出削減で合意したこと自体に一定の意味がある。産業に効率化、能率化が図られると機械の導入などによって エネルギーの消費が増えるように、産業の発展、生活水準の向上、環境負荷の増加は切っても切り離せない関係にある。環境負荷を軽減しようとすれば、産業の発展や生活水準の向上が妨げられるとの考えは、根強く、現在の環境問題対策の大きな足かせとなっている。 環境市場や環境ビジネスは拡大し続けており、環境保護をテーマにした商品や企業も増え続けている。自らの損失を顧みない献身的な環境保護活動、環境対策が民間を中心に行われている。一方、利益のための環境保護活動、環境対策も行われている。環境問題全体の対策を考える上で、 ある問題への対策が他の問題に悪影響を与えたり、それぞれの環境問題への対策が互いに相入れないものであることもある。例えば、温室効果ガスの排出量が少ないためヨーロッパではディーゼル自動車の利用が推進されていたが、大気汚染物質の排出量が多いため日本では規制対象となるなど対応が分かれている。原理は生態学であったが、 意味が拡大して、現在は、環境に優しい、環境に配慮した、環境負荷が少ないという意味で用いる。略して、エコと呼ぶことも多い。意味や定義が曖昧であるため、健康にいい、自然なといったところにまで意味が拡大されることもある。発展や利便性追求の流れから、もともとの自然に回帰することで、環境問題を解決しようとする考え方がある。文明と、 環境問題が密接な関係を持つことから文明を回避あるいは後退させることで解決しようとする考え方もある。この流れは、ラッタイト運動や日本では、環境負荷の低い精進料理、江戸時代の生活様式など伝統を見直そうという動きに伺うことができる。自然を理想とする考え方も、アナキズムやルソーなど一部のロマン主義に見ることができ、アスコーナでは、 その種の共同体が試みられることもあった。生活の中に自然を取り入れる、環境に配慮した生活を行うといった、ライフスタイルに踏み込んだ、環境問題への取り組みもある。エコライフやローハスなど様々なものがある。環境負荷の低減に貢献しているものもあるが、単に自然を取り入れただけであって、環境負荷低減の効果はないものもあり、根強い批判がある。日本では、 昭和戦後期に読んだ害外病が表面化に拡大したことに伴い環境問題に対する社会的関心が高まった。昭和42年、1967年の公害対策基本法、1993年の環境基本法、1997年の環境影響評価法により法的規制は少しずつながらも拡大している。1990年代、 1997年には、京都会議が開催されて、京都議定書が採択された。平成初期に、大沖キ問題が大きく、クローズアップされ、規制が進んだ。ヨーロッパでは、酸性雨の影響が広範囲に及んだことなどから、対策が進んだ。水、大気汚染規制、ゴミに関する規制などが、比較的早期に始まり、ドイツ、スウェーデン、デンマークをはじめ多くの国では、 市民の環境に関する意識も高いとされている EU という広域的な枠組みによる規制や政策も行われている国際連合では半期分事務総長が直接主導するによるグローバルエネルギーエフィシェンシーアクセラレータプラットフォームの構築を目指す一環としてエネルギー効率改善都市の選定などを2014年の国連気象サミットで始めた楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。